皆さんこんにちは、藤本穂瀬真理です。今日は背骨についてお話ししていきたいと思います。バドミントン、上手くなるために、背骨の柔軟を上げていくってことはすごく重要なので、それをね、どういうふうにやっていけばいいか、どういうふうに柔らかくしていけばいいかっていうのを伝えていきたいと思います。でまず背骨なんですけど、やっぱりね、こうバドミントンたくさんやってる人、全体的にこう猫背になってる人がすごく多いです。デスクワークでもね、なかなかこう猫背になってる人がもともと多いのに、ね、どうしてもこういう前に向かって打つショットが多いと、どうしても筋肉がね、こう前に前にこう引っ張られて背骨がね、こう丸くなりやすいです。だからその状態ですと、例えばオーバーヘッド打つとき、ね、こう胸を張って背骨を反る状態ですね。この背骨を反った状態からこう腕の回線を使うというのが、ね、なかなか使えなかったりとか、あと股関節を使うというところでも、こう前踏み込んで体を安定させるときに背中をぐっとしっかり、ね、こう腰を入れて反らしてあげるような動きだったりとか、あとバランスを取るとき、腰で、ね、こうバランスを取りながら、こうバランスを取りながら、実際フットワークでね、こう相手のフェイントに引っかからないようにしたりとかっていうこともあります。だから、背骨ね、まずここはね、うまくなるためにぜひね、押さえておきたいポイントなので、ここのストレッチをね、まずしてから、しっかり、練習にね、励んでもらうだけでも全然変わってくるんじゃないかなと思うので、ぜひね、このストレッチをやってみてください。じゃあまずね、2人でね、もしよかったらやってもらいたいなと思うので、じゃあちょっとすいません、お願いします。はい、まず最初寝ていただきます。でちょっと縦膝ね、こういう状態にしていただきます。でこの膝の上に、まずこの背骨の上側と下側2箇所、まあ3箇所ぐらいやってもいいですけど、2箇所ね、まず上側と下側を、こう反る動きをね、しっかりここでやっていきたいと思います。でやり方は、この寝てもらった状態から、この膝の上にですね、まず肩甲骨の下を当てていきます。よいしょ、はい、当てていきます。で、余裕がある人、余裕がない人はもうこれだけでいいです。最初これだけでもいいです。で余裕がある人はここに手を、はい、でさらに余裕がある人は膝を伸ばしてください。はい、あ、もうちょっとぐーっと伸ばしてもらいます。はい、 OK です。はい、で結構この引っ張ってもらった時に息ができないとかいう人も多いんですけど、慣れてくるともう全然、呼吸もこの状態でも全然できるので、それぐらいね、呼吸ができるぐらいね、しっかりこう余裕を持って、ストレッチしてもらえればなと思います。あ、もう一箇所あります。はい、で次に今度、背中の下の方を、背中の下側ですね、ここを、ストレッチしていくんですが、それも同じような状態で、今度お尻のこの上あたりですね、ここを当てて、また後ろに倒れていきます。で相手のお腹の上ぐらいにこう頭乗っけてもらって、今度は手を横に開いてですね、こう楽にしてもらって、まあ、20秒から30秒ぐらいこうストレッチをしていきます。余裕がある人は膝を伸ばしてください。はい、はい、結構ねきつそうな感じはするんですけど、慣れてくるとだんだんこう伸びてきます。で、お風呂上がりとかね、まあ、2日に1遍ぐらいこうちょっと、家の人にやってもらったりとか、家でも全然できることなので、ここがしっかり伸びると、この胸のこの背骨の、反りがねすごい綺麗になって、例えばラウンド側の球とかね、オーバーヘッドのこの質とかも上がってきます。でしっかり背中伸ばしたらですね、今度はこう一人でこう全体的にぐーっと背骨を伸ばしていきます。はい、自分の背中がね、しっかりこう綺麗なアーチが作れているようなイメージで、こう背中をね全体伸ばしていきます。そしたらその後ね、こうキャット&ドッグでこういい動きができるようにこう動かしてもらって、自分がね、こう背骨がこううまく動かせるようになったかどうかチェックしてもらえるといいと思います。はい、ぜひ背骨伸ばして、見てください。